皆さん、こんにちは。こんばんは。新作の部屋の作でございます。やってまいりました。ザ・クルー2の時間でございます。前回、最新のアップデートが実施されまして、その中で目玉的存在となります車が追加されました。それが現在後ろに見えております、ベントレーマリナーバカラル、世界限定12台のスーパーグランドツアラー。いやー、本当に美しいですね。私ですね、お金があっても買えない車というランキングでは、マイバッハクーペの次に好きになった車になります。これ本当にね、カラーリングももうドンピシャで、もうスーパーかっこいいよね。はい。ということで、今日はこちらの車には乗りませんが、また新しく追加された車がありますよね。そう。ポルシェの911スピードスター。その車を買いに行きたいと思います。それでは早速、ディーラーラトレルの方に向かいましょう。ディーラーラトレル、朝から気合い入れすぎや。お客さん一人もおらん。おるやないか。いっぱいおるやないか。おい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 。消えたわ。さあ、それではですね、改めまして、ディーラーラトレルの一番いいところにいつも飾られております911スピードスターを購入しようと思います。はい、こちらの方はですね、991型の最終モデルということなんですが、911スピードスター、これもデザインはすでにヘリテージデザイン、ヘリテージエディションということになっておりますが、そちらの方はタイトルには書かれておりませんね。これバンドルということで47万円で売ってるのか。すでに47番というゼッケンナンバーがついておりますが、これバンドルでってことはワンチャンこれちょっと安く買えたりとかするんですかね。これ同じかな、47万円同じですか。お姉さんお姉さん、はいはい、ちょっと待って、はい、買ってみましょう。ではですね、お、フリーズしなかったね。それではどれで買うんかな。これバンドルってこれどれ、これこれかな、違うな、あれどれだろう。バンドルってこれか、これですね多分。あったあった、これだわ。はい、こちらバンドルを購入ということなんですが、これいくらするんでしょうか。さあ、はい、10万違うおいおい、ディーラーラトレル本当にぼったくりしようとしてたな今。本当にボルトコラやったねこれ。はい、ボラれよったわ、危ね。ではですね、こちらディーラーラトレルではなくて、お姉さんの方を通すと安く買えるということで、こちらで買いたいと思います。イエーイ、911スピードスターゲットでございます。ありがとうございます。それではバンドルゲットしたみたいな感じでですね、あ、このお兄さんもね、来ましたね。はい、では早速ですね、今から家に帰りたいと思いますが、ちょっとディーラーラトレルをしっかり飛ばさないといけないねこれね。はい、こちらの車でございます。まあ買うんですけども、まあ買うっていうかもう買ったんだけど、まあこちらの方後でじっくりとね見ていければと思いますんで。はい、ちなみにこのスピードスターっていうのは、まあスペシャルモデルを意味します。はい、なのでスピードスターがついている、まあ例えば昔で言うとね、あの356の 1500GS のカレラ GT スピードスターっていうのがまあ初代なんだけど、その後ね、まあ80年代後半に初代911のスピードスターというのがね出ております。はい、まあその辺の話はまたおいおいしていければなと思います。ラートレル本当にぼったくりダメだぜ、本当に茶番の中だけにしてくれぼったくりはな、ラートレル。はい、完全無視ですね。もう都合の悪いことは全く聞こえないふりをする、それがディーラーラートレル。ただいま、みんな。と言って誰も返事してくれないんですけどね。みんなっていうのは車のことでございます。この大豪邸で一人暮らしをしているサクレオナルド、寂しいと思うか最高と思うかはあなた次第でございます。はい、というわけでですね、私は幸せだと思いますが、早速マシンレベル上げていきたいと思います。前回のベントレのマリナーバカラル、あちらの方はですね、ニトロマスターをつけてあげましたが、こちらのポルシェ911スピードスターにもニトロマスターを、まあ、つけてあげようかなと思います。まあ、ニトロマスターはね2セットぐらい確か持っていたので、多分ニトロマスターで、完成すると思いますんで、こちらの方で最速のねポルシェを作ってあげましょう。ちなみにこちらの方はですね、まあ世界限定1948台なんですが、日本に入ってきた時に3500万ぐらいだったんだけど、中古で、値段調べたら今5000万超えてますね。プレミアついております。さすがでございます。ポルシェでもそういう車あるんですね。でも5000万超えてまあ買えるんだったら、私911ではなくてカレラ GT を狙うかもしれないまあでも、カレラ GT はもう7000万ぐらいするのかな、ちょっとわかりませんけど、はい。そして今こんな感じで、行くんですけども、まあリバリーよりもね、まずバニティパーツで見ていきたいんですが、まあ、特に付けるところっていうのはね、今のところないんですが、はい。まあ911もめちゃくちゃいい車ですからね、どうしようか。5000万超えて、まあ買うとしたら911かカレラ GT か悩みますね。どうしよう。やっぱり911買うかもしれない。はい、このスピードスターもやばいからね。カレラ GT もかっこいいけど、まあ、カレラ GT、スピードスター、日本に何台あんのこれ、そもそもスピードスターって。はい、わかりませんけども、ではまずはですね、まあ
リバリでちょっと楽しんでいこうと思います。トップ100ということで。どうかな？みんなあるかな？どうだ？あー、まあまあ、いろいろと、今ちょっと太陽の当たり方でね、少し見にくいんですが、レオナルドモザイクでございますよ、レオナルド様。やはり、レオナルド様は放送禁止のようですね。いや、本当に参りますね。真剣に見ている時に限って、レオナルドモザイクがかなり激しくやってくる。はい。ではですね、まあ、じっくりと見ていきたいんですが、まあ、こんな感じでですね、一応、まあ、どういった感じかな。デザイン的にはマット系にしたりとか、まあ、デザイン性のあるポルシェにしたりとか、まあ、アクセントラインを入れたりとか、センターストライプ入れたりとか、まあ、いろいろなデザインがありますけど、まあ、マット系とか、グロス系が多いですよね。はい。まあそんな感じでいろいろとこれからね、楽しんで見ていければと思うんですが、あー、これ結構センターストライプで非常にかっこいい。これデザインセンス抜群ですね。はい。なかなかいいんじゃないですか？はい。ではまあそんな感じで、これからね、楽しくカスタムしていこうと思うんですが、これね、もしかするとビジュアルパーツがベントレのマリナーバカラルみたいに、もしかすると大人の事情の可能性あるんですよ。はい。まだ確認してないんですけど、大人の事情だったらどうしよう。申し訳ありませんが。さあ、行きましょうか。どうだ？へっ！ほっ！ああ、結構ある。やったやったやった。結構あるやん、結構あるやん。ボンネット、フロントバンパー、フェンダーはなしか、リムで、ブレーキキャリパー、ミラー、サイドスカート、リアフェンダーとリアウィング。リアバンパー36個もあんの？すごいね。で、内装ということで。これはまあ、上品な1台作れそうですね。では早速ですね、ビジュアルパーツから見ていきたいんですが、まずは外観ですね。これはまあヘリテージデザインということで GT シルバーという風になっております。70周年記念車でございますね。はい。まあこんな感じで、先ほど申し上げたようにですね、まあスピードスターというのはスペシャルモデルのことでございますね。これすごい綺麗な1台となっておりますが、これからいろいろとね、カスタムしていこうかなと思います。それではまずはボンネットからですね。せっかくでしたら48番という数字はね、出しておきたいんですが、ゼッケンナンバーとしてはね、出しておきたいんですが、少しダクトの部分ね、これちょっと入れてあげようかなと思いますね。少しはやっぱりカスタムした方がいいでしょう。少しはね。これヘッドライトもおそらく黒い感じに、ちょっとダークな感じになるんじゃないのかなと思うんですけど、ちょっと見ていきたいと思いますが、そうですね。4番、5番、6番。どうせだったらフロントスポイラーはカーボンの方がかっこいいですね。これ7番とかいいですね。7番非常にかっこいいかなと思いますが。まあ、今回もおそらくね、何が一番迷うかっていうと、色だと思うんですよ。色ね。はい。これ7番で一回行ってみましょう。7番で行きます。はい。で、そしてリムなんですが、リム、めっちゃかっこいいやん。AMG GT みたいな感じになるやん。F1 みたいな感じになるやん。真っ黒もいいけどね。あ、この3つだね。この最初の3つが、まあ、純正ということで、これちょっと赤いライン入れよう。これは意外とかっこいいかもしれない。となると、やはりブレーキキャリパーは、レッドかな？もう AMG やん、これ。AMG って感じするよね。でも、ブレーキキャリパーの赤色がかなり激しい。ちなみにこれ、センターロックでございますね。これ、ポルシェのセンターロックということでね。911の GT3 がベースになってますんで、これ6ミッションのみなんですよね。これオートマがありませんね。はい。セミオートマでも確かなかったと思いますが、リアではなくてごめんなさい。サイドミラーですね。サイドミラーはそれはどう？これこのままでいいかもしれないけど、ちょっとカーボンにしてみますか。まあ、この辺はいつもの、まあ、カーボン好きの私の、まあ、いつものオプションになっておるんですが、これ3番にすると何になってんのこれ。1番がこれグロス系になってんのかなこれ。グロス？3番がカーボンですね。じゃあ3番にしましょう。これもともと、このスピードスターってここカーボンじゃなかったっけ？なんか、ね、はい、今一応こんな感じです。今これだけですね。はい。では、引き続きやっていきたいと思います。サイドまで行きましたね。リアですね。リアフェンダー、どうなるのこれは。これか。ルーフの後ろ。なるほど。ここがどうなってんのかなこれ。これ3番。4番がカーボンですね。4番カーボン。だとこれ4番でいいですよね。ちなみにここね、ゴールドでスピードスターって入ってます。これがね、スピードスターの刻印となっておりますね。すごいかっこいいんですよ。そして次ですね、リアウィングということで、リアウィングのイメージあまりないんですけどね。すごいかっこいいですね、これ。これちょっとバランスがいいですね。これは非常にバランスがいいですよ。3番。4番。ここからちょっと GT3 みたいな感じになってくるんですが、これもかっこいいけど、5番はどうだ？ 5 番だったら、ガチなカーボンは4番って感じですが、私これだったらね、3番が意外と好きですね。あえてここはカーボンウィングにせずに3番でいこうかなと思いますが、
ああ、これ非常にいい感じですね。はい。ちなみにこれ、先ほどのね、これ、ルーフの部分なんだけど、これ、ルーフはね、なんていうかな、あれ。コンバーチブルトップって言って、これ、超軽量化になってますんで、これは、後で、ルーフつけれるの？これは。どうなんでしょう。ルーフ、ほんとオープンカーだったらルーフつかないね。フォルツァだったらカスタムとかでできるんだけどね。はい。ではこれ何がどう違うかいろいろと見ていきたいんですが、まあこれマフラーの形状で見ていく方がいいですよね。これはセンターで2本出しというふうになっておりますが、あとはテールランプがクリアかダークかみたいな感じで、徐々に見ていきます。あとはディフューザーがカーボンかどうか、そういったのをちょっとじっくりね、確認していければいいんですが、どうなんでしょうね。こういったのを見ていくと、まあやはりダークな感じがいいんじゃないかなと思いますが、はい。どうですか？これ。26、27。まだこんなところ。あ、この辺になるとマフラー4本出しになってますね。あ、ちょっと待って。こっち、このマフラー4本出しすごいかっこいいな。これでカーボンのディフューザー選んだら結構かっこいいんじゃない？そしてテールランプが、テールライトがダークな感じのやつね。センターまであるやつ。あ、これですね。36番が意外と好きですよ。とりあえず36番で、これでやっていきたいと思います。そして内装になってきますんで、ここからはボディカラーの方に行きましょう。はい。ちなみにね、これ、20インチ？ 20 インチかな？これ20インチのセンターロックですから、非常にいい、まあ、ホイールのバランスもすごいいいんじゃないかなと思いますが、では、オフィシャルの色から見ていきましょう。あ、これは全部 GT カラーのところしか色が変わらないんですね。これ、オフィシャルのところ、これですもんね。今ついてるのがおそらく、これではないか。GT シルバーはこれではない。黄色。これもしかすると、全部色変わらないんじゃないですか。これ、今これ適用済みになってるのはおそらくこの GT シルバーということなんですが、少しグレーにすることができる。濃くすることができます。これリアの方は特に変わってませんね。いや、これ結構難しいですね。でも私 GT シルバーよりも個人的にこっちの方が、好きな感じはするんですけどね。濃いかな、ちょっと。適用済み。ああ、なるほどね。ちょっと明るめにしてみますか。ちょっと待って、一旦ちょっとこのまま行きましょうか。一旦このまま行って、じゃあ内装を変えてみましょうか。はい。これで内装を変えます。では、ここからですけども、一応ね、黄色とかが多いんですよ。この色もそうなんだけど、とりあえずね、一旦ちょっと赤にしますよ。一旦ね、これ赤で決定かどうかわかりませんけど、一旦赤にします。一旦赤にします。はい。インテリアスタイルはこれ2つしか選べませんね。はあ、でも、ステッチがちゃんと赤色になるから、本当にいい感じですね。で、アルカンターラで、ここが全部フルカーボンですね。あ、めっちゃかっこいい。木目もあるやん。木目も。これ木目おしゃれやね。ただまあ、今回はね、カーボンパッケージになってますから、一回ちょっとこれで、ごめんなさい。一応こうなる。一応こうなる。赤だったらこうなる。ああ、ちょっと待ってくださいね。これはね、意外と悩むな。意外とこのシックな感じの色でもいいような気がするんだけどね。黄色はダメだね。やっぱり茶色系ですね。これもともとついてた色でしょ？これがもともとの純正カラーですから、これで、あ、全部色を変えてみるか。全部色を変えて、アルカンターラにして、このカーボンパッケージだったらどう？これもでもポルシェみたいな感じの色。あ、おしゃれだね。おしゃれだね。これ結構おしゃれだね。これはなかなかいい感じになるんじゃないかな。ちなみにこれカラーでさ、オフィシャルじゃなくて普通にスタンダードにしても、ああ、絶対に全部一色にはならないんだ。ああ、そうなのか。そうなんだね。一色にはならないんですね。となると、やはりブレーキキャリパーも変えていいんじゃないかなと思いますけど、どうなんでしょうね。これちょっと悩みますね、これ。今回結構本当に悩みますね。これね、ブレーキキャリパーどうするか。ちなみにこれね、PCCB というポルシェセラミックコンポジットブレーキというやつなんですよね。これカーボンセラミックブレーキではないんですよ。だからね、ちょっとどうしようかな。これ、色、ちょっと待って、これホイール普通にこの黒でいいんじゃないの？これ。ちょっと買ってみよう。これだったら意外と、まあ、でもやっぱり赤のライン入れたいかな。ちょっとごめんなさいね。赤のラインを、ちょっともう本当、今回も悩むな。最近カスタム面白すぎでしょ。これ、ブレーキキャリパー意外ともうシルバーのまんまとか、黄色とかこれ。ただこれ内装と合わせる必要があるもんね。ブレーキキャリパーを黄色にすると、内装もこういう黄色茶系にする方が多分ね、かっこいいと思うんですよ。だったらこれがちょうど合うでしょうということなんですが、まあ統一性がないよね。統一性をやっぱり持たせるにはやはりこの赤色がいいんだけど、AMG みたいな感じです。カーボンセラミックブレーキをアピールするんであれば、
黄色の方がいいんだけど、まあカーボンセラミックブレーキじゃないんですよ、残念ながらね。やはりこれは内装が、そうですね、赤色系の方がやはりいいですね。一旦はちょっと赤色で仕上げましょうか。はい、一旦この全面赤で行ってみたいと思います。全面赤で木目、カーボン、木目ですね、カーボンですね。はい、全面赤でしたらどうでしょうか。はい、あ、でも全面赤も結構綺麗ですね、これ。どう？これ。あ、今回は全面赤だな。これは、こっちの方がかっこいいかもしれんね。うん。オープンカーだから、やはりこの、なんていうのかな。華やかな香りを見せたいというか。はい。よし、これで決定だね。OK。これで決まりました、皆さん。はい。一旦はこちらで行きたいと思います。まずヘッドライトつけてみましょう。こんな感じですね。ではちょっと乗り込んでみたいと思います。かっこいいですね。はい。では早速ですね、レオナルド乗り込みます。一応これ、全面赤っていうのは私結構珍しいですよ。でもやはりこれおしゃれな感じあるよね。スピードスター。はい。ではね、ちょっとエンジンかけてみたいと思います。あ、でも結構これいい音しない？はい。ちなみにですね、これシフトダウンの時にブリッピング機能がついてるんで、それ、検証したいと思います。しっかりとね、いい音がするかっていうのをね、確認してみたいと思います。はい、いかがでしょうか。これはかっこいいよね。まあやはりこれタイヤもちゃんと赤色アクセントをつけた方がいいので、これでいいんじゃないかなと思います。はい、では早速ですね、これ今からドライブしてみたいと思います。それでは行きましょう。レオナルドと共にドライブです。さあ外に出てきました。早速外でどんな感じか見てみましょう。やっぱりね、中と外では感覚が全然違います。それではどうでしょうか。はい、ヘリテージデザインということなんですが、ブレーキキャリパー赤色にすることによって内装の赤と統一感が生まれます。いい感じですね。そしてリアウィングを安易にカーボンにしないことが、まあ良かったんじゃないかなと思いますね。そしておお、かっこいいですね。そしてここですね、横に並べてくれてるのかな、ありがとうございます。はい、この48番を39にしたくてたまらんけどね。はい、いやいや、いいですね。めっちゃ見てくれてるやんこれで。あとはまあリアなんですけども、こんな感じですね。で、内装です。内装はやはり赤色ですから、まあ非常にね、ゴージャスな感じになっておりますね。どうしたん君、どうしたん。めっちゃふかしてるやん。ここ0100するとこちゃうで。いってらっしゃい。はい。で、一応こんな感じです。内装の赤が非常にね、ゴージャスです。さっきも言ったけど。はい。これですね。これ、インテリアはやっぱり木目にしてもいいかもしれんね。ただカーボンパッケージになっているのでカーボンにしていますが、まあこんな感じです。で、これね、本で読んだんだけど、これ軽量化のためにエアコン未装備というふうに書いてありましたが、これ本当ですか？なんかそうやって聞いたことあるんですけど、ガセネタですかね。エアコンが装備されてませんよ、みたいな。あるでしょ、実際。そりゃあるでしょ。はい、ではね、こんな感じで走っていければと思います。こんな感じですね。うん、かっこいいよね、やっぱね、これ。では早速走っていきたいと思います。それではですね、頑張って走っていきましょう。4リッター NA 自然吸気510馬力のエンジンでございます。私が所有するサクーデリア号と同じ馬力です。ただし0100は私のサクーデリアの方が勝っております。0104秒です、この車。私の車は4秒もかかりません。はい、ではですね、こんなところで競っても仕方がないんですが、今から少しドライブしたいと思います。はい、まあこういう風にね、やっぱり外で見るとやっぱり全然違うんですよ、これ。ほら、かっこよさがね、すごいかっこいいや。もうほんと GT カーみたいな感じやん。まあ元々が GT3 をベースですから、それは速いよ。うん、かっこいい、ほんとね。危ない危ない危ない。おお。いきなり大丈夫？傷は浅いぞ。おいおい、普通にリアを傷つけたはずなんだけど、フロントから入ってんな。まあいいわ、これはね、自然に治っていきます。これはね、いい世界ですね、これは。どんだけ事故っても綺麗に治るからね。はい、こんな感じですね。まあちなみにこの車は1948台なんですが、その1948っていうのはどこから取ってるかと言いますとですね、まあ、1948年に最初のね、あの356の 1500GT のね、カレラ GT ってやつ、あ、1500GS だ、カレラ GT のスピードスターってやつが1948年にね、登録されております。それに由来するということですね。はい、こんな感じですね。それでは内装、こちらの方でドライブ行きたいと思います。まあでもその1948年にね、まあ何月だったか分かりませんけども、それで、まあ由来があるということでね、やっぱ車の会社ってそういうの好きですよね。それではですね、ブリッピング機能がついているということで、どんなブリッピング機能かっていうのをちょっと聞いてみたいと思います。
はい、ではですね、これ横にいるね。はい、ではエンジン音注目してみてください。グリッピング機能というか、うん、なんかいい音はいい音だけどね。はい、なんか一緒にツーリングした感じになってるけど。ツーリングしてる感じですよ今。はい、ではもう一回音聞いてみます。ね、今フォーメーションマックスになってたもんね。ありがとうね後ろね。はい、こんな感じですね。ではちょっとこの三人称視点で今度見てみたいと思います。やっぱりこの後ろから見てもこのリアがね、やっぱいいね、これリアがいいですね。赤色ね、見えて内装の赤が見えて非常にいいかなと思います。ちなみにこれね、実車ではこれこういう風に太陽に向かって進むとこの内装の赤、ダッシュボードの赤がね、映り込んで結構ね、慣れるまでは大変なんですけど、やはりゲームではそこまで再現はされていませんね。はい、まあまあとりあえずいいでしょう。これ後ろずっとね、これごめん邪魔になってないかな、同じポルシェだからね。私ここで U ターンしますよ。別に逃げるわけじゃないからね。おい、オカマ掘るなや。オカマ掘られたやん。はい、では今からね家に帰りたいと思います。いやーでもね、本当GT カーみたいな感じでいいですよね、これね、かっこいいです。こうやってどん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 ね、オープンカーが増えてくれば、まあフェラーリとかランボルギーニのスパイダー、ロードスターモデルが増えてくるかもしれないということで、非常にいいですね。なぜか仲良くツーリングしてる感じになってますけど、今のね、オカマ掘ったのもわざとじゃないってことは分かってますから、私もね、私が急にブレーキ踏んで U ターンしてますから、私の方が、まあ、若干違反行為ということになっておりますんでね、全然怒ってませんよ。ジュリアだったら命取りだったね、後ろの方ね、ジュリアだったら君終わってたよ。はい、ではですね、今からこちらの方ね、ドライブしたいと思います。ドライブじゃないわ、エンジン音聞いてみたいと思います。はい、いい感じですね、やっぱね。はい、はい、横来い横来い横来い、はい、横来て横来て、ういういうい、はういうい。なんか急にコラボやで、コラボ、これ YouTuber じゃないよね。めちゃくちゃ面白いな。はいはい、ではね、もう私家帰りますけどね、本当なんかずっとフォーメーション、ここまでずっとフォーメーションなの俺初めてかもしんないなね。えこうやって嬉しいですよね、こうやってね、これ視聴者さんかな、どうなんでしょう。でもしこれ視聴者さんだったらコメントくださいね。あれあれ僕ですみたいなね、コメントいただければと思います。はい、なかなかハイカラなカラーのポルシェですけども、いやいいですね、たまにはこういうのいいですね。はい、では私家帰りますよ、写真撮りますか。家帰りますよ、はいはい、家帰りますよ。いやでも本当ね、楽しいですね、こうやってね。でこういう風にマナー守ってくれる人いいですよね、こういう方大好きです。嵐みたいにもう突進してくるやつとかいるからね、ああいうの本当困りますよね。はい、ありがとうございます。もしね、視聴者さんだったら動画に映ってますよ、あなた動画に映ってますよ。はい、では帰りますね、ありがとうございました。ツーリングね、ポルシェ同士最後横に並びますか。レオナルドやん、生き別れた弟やん。レオナルドには弟はいませんよ。はい、皆さんお疲れ様でした。サークの部屋に帰ってまいりました、お帰りなさい。はい、今回はですね、こちらのポルシェ911スピードスター、この991型の最終モデル、こちらの方を早速購入いたしました。まあヘリテージデザインということでね、こちらの GT シルバーを生かしたカラーリングにしましたけども、まあ非常に気に入った1台であります。これね、かっこいいですね、ほんとね。うん、これでまたね、ベントレーのマリナーバカラルと、こちらのポルシェには両方ね、ニトロマスターがついておりますので、レースでは無敵の無双状態になれるんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあこんな感じで、いろいろと車どんどん増やしていきますし、今これから新しく始まった新イベント、どんどんチャレンジしていこうと思いますので、今後ともザ・クルー2をどうぞよろしくお願いいたします。新しいサミットもどんどんね、進んでいきたいですし、なかなかね、サミットをやり込む時間ないんですけども、まあまた時間を見つけて皆さんと一緒に楽しんでいければと思います。それでは皆さん、また次回もよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。新サクの部屋のサクでした。